今回は480万再生以上されている一番人気のお風呂の床掃除をさらにバージョンアップした内容でやっていきます。ニトリルゴム製の使い捨て手袋です。バスシューズです。バスブラシです。キッチンハイターです。そして今回の注目グッズです。ラップです。ラップを使って排水口に栓をして床に水を溜めてハイター付けでお風呂の床についた頑固な黒ずみ汚れや黒カビを楽に落とすという掃除のやり方になります。それでは蓋を開けまして、筒を使ってうまく栓ができないのかなと、ラップをします。はい、こんな感じですね。でこのラップを筒に包み込むように覆いまして、であとは戻しますよね。はい、そしてしっかり締めてと。はい、ではシャワーで水を溜めていきます。はい、手前から奥まで水を張りました。キッチンハイターを 150g 入れます。入れる時に軽く混ぜながら入れていた方が安心ですよね。そしてここで洗浄効果を高めるコツとしまして、キュッキュッとクリア除菌、目分量で大丈夫ですけれども 5g から 10g ぐらい、そしてさらに混ぜていきます。奥の方にもちゃんと行き渡るように混ぜましたら、あとはこのまま放置するだけなんですけれども、汚れが結構広めについている場合はこのタイミングでブラシ洗いをした方がいいです。特に汚れやすいのはカウンターの下ですよね。カバーのところとか壁の下のところですよね。あとはコーキングですよね。エプロンもですね、こうやって縫い付けておいた方が、ぬるぬる石鹸カスとかついてる場合はやっておいた方がいいですよね。基本的には30分放置ですよね。あとは汚れのひどさに応じて眺めていただくと。はい、あれから結局45分間経過しましたが、線はうまく効いてますよね。この後ですが、汚れが綺麗に落ちていればもう排水して大丈夫なんですけれども、汚れがまだ残っているとしましたら、やり方は2つありまして、1つはこのまま延長で放置で、もう1つがこのタイミングでブラシ洗いをするです。もし汚れが残っていたとしてもかなり緩んでいますんで、しっかりブラシ洗いを入れていただければ簡単に落ちていってくれると思います。はい、それでは排水します。ここ穴開けた方がいいですね。蓋を戻してすすいでいきます。どうもありがとうございました。